バルスは、ロシアの、全天候型マルチモード機長レーダーである。VV チホミーロフ記念機器製作科学研究所がス、スマイナス27やミックマイナス29のような、マルチロール機用に開発したものである。名称は、ロシア語で、表を意味する。バルスシリーズの最初のレーダーは、NH1 で、もともとはス、スマイナス27用に開発された。 X バンドのパルスドップラーレーダーであった。このオリジナルの NH1 では直径 960mm プラスマイナス85度のセクタスキャンを持つ機械式スキャンの平面アレイを持っていた。平均 2kW でピーク出力は 8kW に達した。NH1 は低ノイズの UHF 入力アンプと再プログラム可能なデジタルコンピュータを使用した。 完全なデジタル信号処理ユニットを特徴としている。当初の要求であった20目標同時追尾と8目標同時光線は当時のソ連の技術では不可能であったが NH1 は13目標同時追尾と4目標同時光線が可能であった。その後、これは15目標同時追尾、6目標同時光線ができるようアップグレードされた。早期警戒に使用した場合の最大空、 対空探知距離は 400km を超え、迎撃に使用した場合、一般的な戦闘機サイズの標的に対する探知距離は、正面から 140km、背後から 65km となっている。空対地モードについては、NH1 は5つの空対地モードと、地上マッピング、地形追従レーダー、地形回避を含む4つの海上モードを搭載している。 空対地モードは空母型の目標に対して最大 200km を超えて探知可能。バルスレーダーの第2弾は N-011M で N-07 ザスロンの開発で得た経験を活かして電子操作方式の平面アンテナを採用したレーダーである。性能向上のためにアンテナ設計を多チャンネルパッシブ電子操作例レに変更した。n 1 m バルスアンテナの設計は 以前の N007 アンテナと同様に、X バンドレーダーと L バンドイフトランスポンダーの2つの独立した電子制御アレイで構成されており、総重量は1 0 0ラム、直径9 6 0トルとなっている。このレーダーのピーク出力は4から5キロワットで400マイクロ秒でビームの位置決めができ、機械式操作レーダーに比べて大きな利点となる。バルスレーダーは、 方位角プラスマイナス70度及び行角プラスマイナス45度でセクター操作をするための位置固定が可能。操作範囲の改善のため、レーダーを電気機械駆動に取り付けることもでき、この場合、セクター操作はプラスマイナス90度に広がる。NH1M に搭載されている 28MHz の TS200 プログラム制御、シグナルプロセッサーは、 毎秒7500万回の演算が可能なバタフライ型のフーリーへ変換を組み込んでいる。NH1M は3つのプロセッサを使用したデジタル信号処理をサポートしており、16MB のスタティックメモリとフラッシュメモリを搭載している。ピーク出力は4から 5kW、平均出力は 1.2kW で、レーダーシステム全体の重量は約 650kg。 NH1M は、スマイナス30ムキー、スマイナス 30MKM に採用されており、NH1M レーダーの契約は3段階に分かれている。初期の MK1 ソフトウェアは2002年にテストされ、最初のスマイナス30ムキーのお乳時に供給された。インドは、ベドリベールプロジェクトの下で、プログラム制御、シグナルプロセッサとデータプロセッサの両方を制作し、 オリジナルのロシア製部品を置き換えることになっていたが、要求期間内にそれを行えなかったため、MK2 ではロシア製機器を使用したままであった。2004年、インドは I-960 アーキテクチャをベースにしたベトリベールレーダーコンピュータを納入した。注目すべきは、NH1M は単なるペサではなく、両方の技術を使うため、ペサとアイサの繊維である。 NH1M のアンテナアレイ上の各トランシーバーにはアイサと同じ受信アンプが搭載され3デシベルのノイズレベルを持ちこれもアイサアレイと同クラスであるただし送信にはペサ技術を採用しておりイゴースプ6 a の送信機にはシングルチルノック進行破綻を使用している NH1M には3つの受信チャンネルがある N0H1M は 400km の捜索範囲と 200km の追尾範囲を持ち、空対空モードでは後方に 60km の追尾範囲を持つ。300平方度以上のレビュー領域でのみ具 -29 戦闘機の検出範囲は、正面に対して 140km まで、追尾では 60km までである。スキャンモードでは、最大15目標同時追尾。 うち4目標同時光線が可能。NH1M は多くの近距離および速度サーチモードを使用することができ、複数目標の種類と数の識別が可能。バルスレーダーは照射とデータリンク誘導の両方を行い、R-73IR 誘導ミサイルと同様に R-77 と R-27 レーダー誘導ミサイルと互換性がある。 空対地モードでは、本レーダーは、地上と海上の移動目標の検出、位置の特定をし、同時に2つの地上目標の追尾を維持することができる。n 0 h 1は、最大40から 50km 範囲の戦車グループの目標を検出でき、80から 120km 範囲の駆逐艦サイズの目標の検出ができる。バルスはまた、最大分解能 10m のリアルビーム、 ドップラービームシャープニング、または合成開口レーダーのいずれかを使用したマッピングモードを備えている。また、KH-31 対レーダーミサイルも本レーダーに対応している。n 0 3 5 e ルビス e レーダーは、バルスレーダーファミリーの中で最も強力なレーダーであり、N011M の直径の子孫であり、コスト節約と開発期間短縮のために、 NH1M の多くの部品を採用している。N-035 と全身の N-011M との違いは、受信チャンネルが N-011M のオリジナルの3から N-035 では4に増えていること。新しい送信機 GOSP-27 は、10kW のピーク出力を提供することが可能な、チェルノーク振興破壊のアップグレード版を組み込んでおり、その結果、 N035 のピーク出力は 20kW に増加し、平均出力ピークは 5kW、連続破傷者は 2kW となった。新たな5010から35.01デジタルプロセッサーと、新たな5010から35.02インフォプロセッサーが使用され、N035 は N011M の2倍の帯域幅を持っている。ノイズレベルは、 N011M の3デシベルから3.5デシベルに向上し、3平方メートルの典型的な空中目標に対して有効距離は 400km を超える。0.01平方メートルのステルス目標に対しては正面からの有効距離は 90km を超える。N035 レーダーは30目標を同時追尾し、セミアクティブレーダーホーミング空対空ミサイルでに、 目標同時光線が可能で、アクティブレーダーホーミングミサイルを使用した場合、同時光線できる、目標数は8個に増える。チホミール付記念機器製作科学研究所は、ミック -29 用に改造された N011、M レーダー、バルス -29 を展示した。バルス -29 は、ミック -29 戦闘機の機種に取り付けられるほど、小型でありながら、 ソフトウェアとハードウェアの90%までをオリジナルのバルスレーダーと共有している。バルス -29 は5平方メートルの RCS を持つ目標に対して 120km の探知範囲を持ち、捜作中追尾モード使用時には15目標同時追跡、4目標同時光線ができる。レーダーの平均出力は 1kW である。ありがとうございます。